ハッピーセットを食べよう。いや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 。ハッピー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 。はい、ということで、はい、話題のカービィのハッピーセット知ってますか？え、全く知りません。なんか、うん、カービィとワズルディがあるんだけど、まあ、4種類ありまして、はい、個体差あんだってめちゃくちゃ。え、そうなんだ。なんか潰れちゃってるやつとか、なんかそれ同じやつでも全然違う。知らないの？うん、そのカービィの第1弾が出まして、はい、予想を大幅に上回る売り行きによりまして、はい、公式からも異例の告知がありました。え、なになになに？ほぼ全店で販売終了とのことです。え、もうないの？え、もう買えない。何この動画で、どういうこと？もう開封用に買っておきました。何だ、何何何何、いやいやいや、まず開けようぜ。これまず開けようか。もう待て待て待て、何何何、ハッピーセットは、うん、ハッピーセット食べながら開けないとでしょ。そうだね、そうだよね。あと、うん、みんな忘れてるけど、はい、カービィと、うん、ポムポムプリンですからね。え、ポムポムプリン、サンリオさんの。ああ、それは欲しいだ。釣りよ、ポムポムプリンは。それでは、うん、ハッピーセットまずは頼んでいきましょう。いきましょう。お見せしろ、どうだ。買ってきました。腹減りよ、腹減りよ、うん、ではこちらですね。うわ、出たよ。こちらがポンポンプリン の、ま、あのハッピーセット。かわいいポンポンプリン、ピンクで結構ラインナップが可愛くて。どんな感じなんだろう。ポンポンプリンも全部可愛くない？このパズルみたいなやつよくない？私冷蔵庫がいい。何かな。まずなんかカービィのは、うん、カービィはね、ぬいぐるみ、ぬいぐるみだね。そう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 、マスコットぬいぐるみ。なるほど、なるほど。面白そう。じゃあちょっと開けて。あの、このカービィなんだけど4種類で、全4種類で4つね、前回買ってたから、うん、もしかしたら全種類入ってんじゃね。ワンチャンコンプ、やばやばやば。私ワズルディが一番好きなんだよね。そうなんだ。ワズルディが欲しいだから。え、私はさ、鳥が一番好きなの。え、うん、いない、鳥は。えカービィ3個にワズルディ。私デデで好きなの。デデデデしかいないから。そういうのはそういうのはいないから。私だよ、私だよ。あ、チーズバーガー。チーズバーガーあなたでしょ。じゃあ私がポテト食べるかな。やっぱさ、いいよいいよ。なんかハッピーセットってさ、ちっちゃいんだよ。ちっちゃいんだよ、マジで。ポテト、あと私はエビフィレオ。すげえじゃん。え、それ何？ハッピーセット、それチキンナゲット。あ、最高、それはありがとうって感じ。枝豆ミコン。あ、なるほど。これでハッピーセットね。なるほど。早く食って、早く開けたいんだけど。そうだね、食べよう。じゃあまずはいただきます。いただきます。うまっ、うまい、うまい、うまうま、いい塩味。え、マジ？あ、いい塩梅だね、塩梅。あのさ、カービィで一番欲しいのはどれなんだっけ？ワルドディだっけ？ワルドディ欲しいんだけど、ぷくぷくしてるカービィもよね。やっぱナゲットっていうのはね、やっぱナゲットっていうのはね、これで。はい、分かってない。はい、これ。はい、分かってません。マスタード。ナゲットっていうのはバーベキュー、ハンバーガーと一緒に食べる。え、ラララララララ、これがうまい、本当に。え、嘘でしょ。マジマジ、これ一緒に食べてみな、みんな世界変わるぜ。マジマジ、まずナゲット絶対に食品含む。じゃあ絶対にこれつけないでね。え、それは分からない。いや、これ、え、嘘でしょ、本当に。ギョギョル、何が、何が悪いの。やっぱナゲットだよな。一旦つけてみようかじゃ。マスタード一旦。うま、あの、うま、すげえ、うま、すげえ。そういえば、うん、もう間もなくライブですけれども。そうですね。え、待って、え、あ、そうだね、あと待って、何日後だよ。やばい、もう1週間経ってますよ。やば、こんなの食ってる場合じゃないんだよ。ねえ、え、太るよ。ね、何なの本当に。グッズね、ツイートさせてもらいましたけれども、はい、そうですね、新グッズが出ます。うんうん、可愛くない結構あれ。あ、めっちゃ可愛いよ。可愛いよね、うん、このロゴね。うん、めっちゃ可愛い。ライブで売ります。はい、現地で、現地でサンリオピューロランドのチケットを持って、うん、入場は絶対必須なんだけど、うんうん、ボンカミのチケット持ってない人でも買える。そうだから、買いに来るだけとかもできます。できます、うん、なんか全体的にそんなすっげえ量作ってるわけじゃないから。そうなの。どうかな、売り切れるか、え、わかんないな、本当に全然わかんない。売り切れるか売り切れないか全然わかんないけど、本当に売り切れてたらすいません。うん、会場でね、うん、なんか先行販売みたいな感じで、はいはい、ブースとかでも出していきたいなとは思って
ます。え、やったいですね、今後ちょっとね、時間かかっちゃうかもしれないけど、うんうん、バクアドローさ、現地でさ、はい、販売させてもらうんだけど。あ、そうだね、あのバクアドローってリオちゃんの体を作るっていうボドゲです。そう、ボドゲームブースにね、置いてたら全部売り切れちゃいまして、うん、え、そうなの、すごっ。そうなの、マジかよ、ありがたいことに。ありがとうございます。ただまだね、在庫ちょっとうちに若干ありますので、はいはい、それをちょっとね、ライブの現地で置かせていただくんだ。置かせていただきます、うんうん、またちょっとボドゲね、作りたいよね、なんかなんか他のやつね、それちょっと別のボドゲ作ったらそのタイミングでさらにちょっと増産しようかな、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん。バクアドローも本当にありがたいことにいっぱい買っていただきまして本当にありがとうございます。遊んでくれてるかな、どうかな、バクアドロー開けよう、そろそろ。そうだよな、そろそろ。私は、私も開けたい、開けたい。え、どうする、どっちから開ける。え、まずポンポンじゃない、ポン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 から開けようか。うん、絶対に私食うわこれ。え、絶対に可愛いこと間違いなし、触り心地でまずは当てるネギや、うん、いいよ。分かっちゃったね。何、プリンの上から、うん、ポムポムプリンが、うん、飛び出るやつ。何それ。せーの、まずプリン。え、マジじゃん、すごくね。ついに現れますよ、可愛いね、うん、パンパンプリンちゃん、いやー、え、可愛くね、普通に。え、そういうやつじゃん、絶対。え、これ本当にそういうやつかな。え、絶対やろうぜよ、こうやって。じゃあ私から。いいよ、ふぅーして、いくよ、はい、っていうやつ。え、めっちゃおもろいんだけど。おもろくない、え、めっちゃ可愛いんだけど。すごいおもろい、当たり、これ当たり、すごいおもろい、可愛い、当たり、すごいおもろい、すごいおもろい、可愛い、可愛いよね。じゃあもう一個開けてみようか。それでは、はい、2個目開けます。うん、うん、せーの、はい。え、なに、え、え、これ、え、かわいい。なにこれ、ポーチかな、ポーチか。えぇ、ー、何やってこれ。これなんか小物入れとして使えるような。めっちゃ可愛い、欲しいこれ。え、わかった、これ、これ絶対こうやって並べて、あれだよ、あれ、神経衰弱だ。そうそう、神経衰弱。めっちゃ可愛いんだけど、神経衰弱入れとしてもいいし、これ普通の小物入れとして使っても全然可愛いんだけど。アドだね、アドだ。こんなに美味しいのに、ま、え、やっちゃう、やっちゃう、もうついに。え、いや、え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 、まあまあまあ開けるか。どうしよう、何が出るかな、楽しみだな。じゃあ取り返してみて、まずこれ。いいよ。え、え、待って、カービィじゃない、え、ワルドディじゃない、ワルドディ、全然わかん、ワルドディね、はい、え、わかんない、カービィじゃない。でも開けて、開けて、開けてもいいよ、開けて、開けて、ただ油っこいてだからやめとく。じゃあ、いかん、うーそー、来たねー。せーの、はい、はい、あ、かわいい、あー、かわいい、やだ、かわいい、ぷっくりちゃんだー。ぷっくりちゃんなんだ。吸い込んで、こうやって飛んでるやつよ、こうやってね。めっちゃ可愛い、ぷっくりちゃん超可愛い。え、私ぷっくりちゃん可愛い。カービィの真似できる？できるよ、やって。あい、あー、似てるわ、まあね、ぷかぷかカービィ、空気をいっぱい吸い込んで今日もぷかぷか空を散歩。え、可愛い。はい、次。じゃあ私これ開けるね。何かな、うん、この触り心地は、あ、待って、ね、完全にカービィだね、これ。これはマジカービィ、ほぼ形マジカビだね、マジカビ、マジカビなの。じゃあ行くよ。え、何かな、何かな、待って待って、え、何、絶対可愛い、絶対可愛い、やばい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 、行くよ。あー、何？何？うわ、うわ、じゃあ、ワルディだ！いやー、かわいい。ワルディ。かわいいんだけど。え、ワルディかわいい。めっちゃかわいい。声めっちゃなんかかわいいけど、足が長い。え、でもさ、ワルドディがあんた何か知らないでしょ。ワルディさ、なんか最初は敵だけど仲間になるみたいな。そうだったかんで。やばい、正式なあれは敵の時もあるし、仲間の時もある。かわいくね、めっちゃ。かわいい。プップランドのいろんなところで暮らす働き者。あの、あれでは仲間だよね、64のカービィ。星のカービィ、え、確かに。そう、仲間だった気がする、確か。やっぱうちらさ、昔トイレでさ、カービィの漫画めっちゃ読んでた。でででププな物語ね。そうそうそう。めちゃくちゃな、めちゃくちゃ読んでた。ネタのやつだよね。そう、めっちゃ面白いよな、あれ。今見ると多分結構冷めて目になっちゃうと思う。え、嘘、なっちゃうかな。当時はめちゃみたいな感じだけど、今見たら私結構うっだからなんか真剣に読んでた気がするけど。マジ？マジ？魔法陣ぐるぐるとカービィを一緒に読んでた気がする。いくぜ。いいよ。せーの、はい。お、あ、普通、普通カービィ。ノーマルカービィ。あ、かわいい。すごい。カービィだ。え、てかマジ被りないじゃん。え、マジ被りない。え、マジでこれ4歳バラバラなんだよ。マジ被りない。カービィ、カービィ、カービィ。本当にカービィ。春風とともにプップランドにやってきた人気者。何でも吸い込む食いしん坊。めちゃ怖じゃん。最後の1個ね、座ってウインクしてるカービィならコンプです。コンプだね。いい分けて。へー、なんだろう。それだったら最高だね。コンプできたら最高だよ。コンプってやばいね。うん、最高すぎる。え、コンプできたらやばい。行きます。いいよ。え、せーの、はい。コンプじゃん。マジコンプじゃん。神じゃん、やっぱり。すごいんだけど。本当に優しいよね。本当に優しい。やばいやばい。なんでかぶりなしでくれんだろう。え、ほんってか、なんでわかんだろう。だってなんで、おかしくない？なんでわかんだろう。え、でも分かれてんじゃない、やっぱそれぞれにさ。え、そうなのかな。え、おかしいよね。すごくない？優しすぎじゃない？
ちょっとマックさん、マックさんやばい、すごいありがたい、マジでありがたい、やばい、え、やばやばいね、かわいい、このカービィこれ4種類でこれ第1弾なんですけど、はい、第2弾もね3月1日からやばそうですね、第2弾もめちゃくちゃ可愛いんで、めちゃくちゃやばいと思う、三角のねやつとかあるから、え、絶対売り切れたと思う、やばいよ、すぐ4つ買えばねコンプしてくれるマックの皆さんもいると思うので、そうですね、え、絶対買うわ、え、ね、やばい、めっちゃ可愛い、うん、めちゃくちゃ可愛い、ね、はい、ということで、はい、皆さんポンポンプリンはねまだ買えますので、可愛いよ、ぜひハッピーセットを食べてみてはいかがでしょうか、いかがで、ハッピー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 、チャンネル登録とエクスフォローもよろしくね、よろしくね、それではまた次回お会いしましょう、またねー、バイバイ、ハッピーハッピーハッピー。